い、ゆりこ。注文通り、白玉楼の横にパノラマと E233系を運んでおいたで。あらご苦労様。ところでなんでまた急に7線の整備がなかなか進まなかったのはどこの誰のせい？そんなこと言われても部品がないんや。その代わりとして、新しいのを用意しておいたで。お、乗り換えですか？そうよ。そして今宵は誰かにバトルを仕掛けるし。え、仕掛ける？最近相手が来ないから暇なのよ。こんな整備や点検で忙しいってのに。誰も相手してくれるやつがいないな。ああ、誰か戦ってくれるやつ、来てくれないかな。お、誰か来た？え、誰だ？こんばんは。あ、こんばんは。いや、それよりあれはなんだい？え、どこからどう見ても電車よ。そうじゃないよ。紅白の展望車はどうしたのって話だよ。あながち間違ってないよ、ディナね。ちょっと修理がいろいろとね。それよりも、今退屈していない？うん、ものすごく暇している。誰かバトルしてくれるやつはいないかなって探しているところなんだよ。あら、都合がいいわね。私も同じよ。じゃあ一緒にバトルするってことで決定。先に奄美に到着した方が勝ちってことでいいかな？構わないわよ。300がいれば、あいつに勝つことなんて楽勝だね。最初から前に出て、そのまま抜かれずにゴールインだ。負けたくはないけど、今絶対負けないって言ったらフラグになりそうで怖いのよね。わかりますけど気にしていたらすみませんよ。え、もう着いたの？飛ぶ速さも幻想郷最速ですから。そのプライドは保っているのね。カウント始めます。5秒前、4、3、2、1、ゴー。バトルは最初から勝負を仕掛ける。電車バトルにおいての遠慮なんて言葉、私にはないね。さあ、食らいついてみな。そんなに広い差はなさそう。これは接戦になりそうね。変わらず変わった河川中だな。うちの方が断然速いってことをたっぷり見てもらおうじゃないか。
このまま先行続けて突っ走るわよ。ノノ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 ノが合わせる時じゃない。そうだ、ユニコよりこっちの方が早いことは最初から分かっていることなんだ。また見つかえてばそれでいいんだ。私自身、久々にバトルができたから楽しかったわよ。こっちも。